ぜ悠長にしている。私は一刻も早く家康の首を捧げたい。まあせくな。民衆の心は離れやすい。ならば民衆を強く引きつける象徴が必要よ。象徴か。以前半兵衛様も同じことをおっしゃっていた。それが秀吉様であると。さよう。これも義のため、主のため。とはいえ、こちらは甘い汁を生み出すためのご清潔な象徴だがな。予言はここですよ。はい、一列に並んで。なかなか。風が来ます。荒海に吹きすさぶ凍える嵐の予感です。でもそんなの一声で吹き飛ばしますよ。私は鶴姫、白い翼で羽ばたく鳥です。悪い予感は千歳の先まで。
神木を。拙者の嫁はどなたか見通してくだされ。わかりますよ。あなたが一人で進むことぐらい。お任せくだされ。こちらに場所を変えませんか。破滅の行方よ。なんと、もうあんな場所に。のろしだ、のろしをあげろ。怖くてたまらねえのに心が踊る。お客さんをもてなすの、僕らも手伝いますよ。刀の道は開けた。私は先に行くぞ。さようか。そんなに揃って見ないでください。あなたは目ですね。すべてを巻き目に荒らしまかせの。ネコゼ、あいつの名前何でしたっけ。バシッときて、ボサッときて、おしまいです。仕方ないよな。帰ったら絵日記に書いとこ。
言わぬ、良いことも言わぬがな。なんと早すぎて決着を見逃した。それお任せくだされ。感謝。私が船の皆さん、しめやかに進みましょう。はい。今日は一段と予言希望者が多いの。今のうちに準備です。1、2、3、4。弟子入りして。ごきげんよう。それで諦めると思ったら大間違いです。大谷様、なんで空を眺めてるんですか。取りやすいものにござったか。残党ごとき拙者にお任せあれ。俺の必殺技海底版聞きやしねえ。皆さんやっぱり戦ってもすごいです。おお、随分とたくさんの客であるな。外のものは血気盛んじゃな。やめてください。皆さん痛がってます。大谷殿が誠を吐くなど見たことがない。時をうがったらここにたどり着きました。さあ、それを証明しましょう。さてはて、これよりおべっかな時間。私が可憐だなんてやめてください。いや、まことよまこと。立派なんですね。平和な世界が夢だなんて。そうであろう、立派であろう。西軍に名を連ねてほしいだなんて本当に私でいいんですか。もちろん武士でなくては意味がない。やれ見事、己の口が恐ろしい。何ですか。私わかりません。時々胸の奥が痛くなるんです。何でしょうねこの気持ち。桃とせなんてひとっ飛び。姫御前は小さな頃は泣き虫でな。
もう泣かんよ。わしらが大事に育てたんじゃ。バシッと来て、ドサッと来て、おしまいです。養父殿がこうも高揚されるとは。わしから言うな。逃げ帰れ。三成を般若と伝えて参れ。神事以外で煙を焚いてはいけません。願わくば羽をください。飛んで逃げるために。ひげぼせ、あいつの名前何でしたっけ。ね、少し落ち着けと言わんばかりに。あなたは目ですね。全てを巻き込む荒島風ね。わかりますよ。あなたが一人で進むことぐらい。拙者の嫁はどなたか見通してくだされ。不幸よ。お任せくだされ。さんざめく降り注げ。実はこの間ご神木を。私の船の皆さんと相談します。これ式であれが呼べるのか。いやまだよ。滅びよ、まだ来るな。我は人が苦しむ姿を見たい。それまで待ちと待って。